皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、ザ・ヘイティング・ゲーム。現代、ザ・ヘイティング・ゲーム。監督はピーター・ハッチングズ。脚本はクリスティーナ・メンガート。主な出演は、ルーシー・ヘイル、オースティン・ストウェル、デーモン・ダウノ、など。ニューヨークの出版社で社長の秘書として働くルーシーは、冷血な仕事の鬼にしか見えない同僚のジョシュアを嫌っていた。だがとあるハプニングをきっかけに、ルーシーは自分がジョシュアに魅力を感じ始めているのではないかと疑い始める。というストーリー。小説大嫌いゲームの映画化で、内容はなんてことはないラブコメながら、主演2人の相性の良さが光る良作。前半は同じことの繰り返しで少し話がグダグダになるものの、後半でのジョシュアの家族との確執のエピソードなど、意外に丁寧な人物描写は好感が持てる。ということで、評価は。Thumbs up.